どうも、エルザレートです。それではフラッド・オブ・ライトやっていきたいと思います。そうだね、一応8、7、6、次5回ですね。まあ G ってゴールかな今気づいたけどね。じゃあ5回やっていきましょう。まあでもこうやってテンポがいい感じもいいね、たまにはね。あれ？あれ？俺5回指定したような気がしたんだが。ほう。もう一回。あら、ちょ、分かったか？押したボタンが。知らないうちに上を押したか、もしかして。さあ、5回来た。ライト19、ロータスキッチンキット。お、動いてる。ああ、なるほど。で、あ、そういう感じではないか。離れて、全部はいいのよ。でももう全部取るしかない感じだもんな。またいるじゃん、後ろ。今気づいたさあさあ、駅員さん、ローサスキッチン駅へようこそと、チケット購入してください。ごめんなさいと、券売機は壊れたみたいだねと。チケットが出ない。チケットがないと改札も通れないし、ということで。まあ、こうするしかないよな。で、引いて。で、回収して。しくった感があるな。しくった感があるな、これは。絶対手順間違えたぞ、俺。うん。いやー。まあ、とりあえずクリアできればいいからね。さ、取って。回収して、で、こうだね。で、集めると。さあ、次。まあ、何手でクリアかはもう、諦めたね。なんかね。なんか進むごとに雨も強くなってる気がするね。駅の地下鉄管理人ですと。はい、お知らせに、ね、ブルーライトセンター、人類が荒れ果てた時、基本都市から離れざるを得なかった時、交通機関のパワー供給を全て断ち切ったと。列車は起動できない状態になっています。4つ ABCD ですと。楽しみで、目視
火を灯せば、再開できますということだね。了解。まあ、ABCD それぞれ頑張ってねっていうことだね。ただ圧倒的にライトが足りない気がするんだが、これはとりあえず一回次を見てみようかね。メール、ドクター S。 あーでもこの女の子主人公っぽいよね。リーケが連れてきた源 W02 と名付けた。監禁室のカメラから見るとただ普通の10歳の女の子しか見えない。もし私の娘がまだ生きているはそれぐらいの年頃だろうか。ほう、微動だにしない。まあやっぱ実験は行ってみたいだね。だよね。どうと間違ったさ、友人は希望でもあると。希望、トリーの回収 C のトン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 。でもな、一個余る気がするけど大丈夫か。ファーってね。結構水下がったな。あれ回収できないかな。できるだけ多く持っていきたい。じゃないとね、全くクリアできる感じではないからね。あー、やっぱ余分に1,2,3ってあるといいんだね。さあ、まずは A から即回収。さあ、まず一つついたね。で、これを使ってつける、外す、で進む。全部一つずつやっていくのか。あ、どんどん時間かかるようになってきたね。これは横、1,2,3 1,2,3,4。気はするが、だよね、一個余るんだよね。ああ、やっぱやり直しか。そしたら一回こっちに預けておこう。どうしたもんかな。で、こうで回収して、
こうこう。でまず一つ OK。でこれも鳥居の今気づいたのこれ。これ取って。あでこれで OK か。さあ次次。B はこれで OK か。じゃあ一つ回収して次 C だね。あいった。さあ C はまあセーブしとこう。通れないとなると、まあ、強制的に届かない。こう回収届かない。二つは取れたがそもそも届かないからね。切り取ってで手紙も読むと、2016年4月29日大雨 W02 この子だね、と能力の採取に成功したと。3週間も経たないうちにブルーライトセンターの元気を作り出した。しかし3週間のうち希望の年を覆う雨も降りすったり上がったりの怖い。絶えず降り注ぐ豪雨に変化してきたと。まあでもそのうち地球もこうなるだろうね。最初からまでは何の言葉も発さなかったが、研究所の規定により私以外の研究は源との接触が許されていない。と言っても私とって彼女に触れたくなかった。人にした方がいい。一人にした方がいい。ヘビーレイン、豪雨だね。あ、そういうこと。そういうことですか。余計にただやってしまっただけだ。さあ、回収の キャンセルしたい。で、こっちに移して、そっち取るよね。そんなに大量にはいらないんだよね。取るしかねえか。おい、諦めるしかないな、これは。で、これをこうだね。こうはいけるね。もう1、2個多めに取っておきたかったけどダメだったね。はい、下ろして、あ、違う。
こうか、結局持ってきて1個か。さあ最後 D だね。さあ D はおう、これは取っておきの、そこ一個でいいね、そんなにいらないね、両方取って、どっちみちこの上は届かないから、はあ、え、まさかこれ時間との勝負じゃない？届かないしね。どうしたものか。あ、でもやっぱそんな感じだな、時間との勝負な感じがするな。ただ全部やってしまったらダメだよね、さすがにね。届かない、いやーだよね、全部はダメだよね、さすがにね。で、トントンはこれでいいと。ただこっからだよね、ここに乗らせて、いや、そんな難しく、いや考えた方が良かったな。乗って、で、これも乗って、で、スピード勝負だね、こっから。だからこのスピード感だったんだね。で、あと一個あれば、ギリ取れない。いや、止まった？そうなったらさ、俺こっからどう出るの？あ、普通に取れた。上行くしな、まあこれ取っていこう。さあさあ、次で、上に乗せて、じゃあこれで全部ついたから問題なく次いけるだろう。で、3つあればここにトントンといけたわけだね。やっぱあの1個取っとかないといけなかったね、どっかね。いや難しくなってきたね。っていうか電車の電力回復したってすげえな。さあ次ブルーライトセンターだっけ。いやにしてもやっぱこのドットな感じはいいよね、インディーズゲームでもこういう雰囲気のやつはやっぱ楽しい気がするね。お、めっちゃセンサーついてるけど、
さあ、余裕で100点。B が続いております。さあ、次は4回と。40%。 さあ次4回いきましょう。まあ順調にいけば今回は次までだろうね。さあブルーライトでこうか。いやだいぶスムーズになってきたな。はい、おはよう。年の反対側へようこそ。あ、そんな離れてきたんだ。火の柱の木台、元台が、8つのうちで滑って、常に4つは起動していますと。次は旅の後半を迎えます。早いな。ブルーライトセンターの突き当たり、人間が建った美術館があります。風の柱の元台は、その美術館に並んでいます。早く起動させて向かいましょう。若干画面側、外側に行くのよね。ははは。Z より今ここね。これか。そうだね。そういえば前半めっちゃこのボタンを押してたけど一切使わなかったな。まあとりあえず分かんないやつあったらこれすればいいよっていう感じだね。で、さすがに降りれないよね。こっちだよね。どう考えてもそっちにしないとダメだよね。取りました。で、取ります。あ、届かないね、やっぱね。 ZL届かない。上も行かないしな。これでいいんだ。難しく考えすぎか、やっぱ。ただ、あ、足りるか足りるか、OK、OK。こうして、通って、当てて、上がると、そして、二つを回収。3つは OK だが、あ、1回か。これ取ってこうだ。ただ、余分に回収はできなかったね。回収できなかったか。今のは練習みたいなもんかな。そう願おう。黄色い光がもう一回水の中に入ると消えますってことか。お、月の明かり。おお、青い光になった。青い光は青い光は水の中に入っても行っても消えません。あ、それいう意味だったんだ、最初の隠しみたいなやつは。なるほど。取れないか。
はい。まあ、チュートリアル的な感じだね、ここになるとね。はい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 。ああ、やっぱそういう感じか。じゃあ、これはこう。で、これはこう。ああ、なるほどね。黄色い光が青い光に近づくと、すべて青い光に変わりますと。そうか。持ってて、こう近づけばいいわけだね。ってことは、この範囲って結構重要になってくるんだね。いやー、やっべーな。なんか、難易度もしかして急に上がる感じ？顔にするしかないよね。いや、まだ早い。これを多分青を取ったりしたらいけないとか出てくるんだろうね。解除できないのか。3つ。だけどね、こういうのが大事だからね。3とか。そう、光。そう、水は引いた。あれは取りたいか。乗せてくれ。さあ、見える見える。ブルーライトセンターの起動に失敗。あ、このライトのことなんだね。国籍工場がわずか2日で間に合わせたデザインとはいえ、私が時期時期放送後、最新にチェックをしたし、問題は何もなかったはずと。なるほどね。どこか行きのか、もしかして源の協力が至らなかったか。ブルーライトセンター、もし雨が制御できなければ月の礎の実現化も見合わせなければならないと。電力、まあなるほどね。電気を生存というかどうにかするためにっていうことかな。としてはだよね、やっぱそっち後だよね。先にして、あ、でも届かないからどっちみち無理か。いや、どっちみち足りねえぞ。
ライトが足りてない。届かないしね。ここでもない。これは必要だからね。あ、普通でいいのかな。下行って取って回収の道あれだな。どうにかして数をうまいこと。あ、いいか、これでいいんだ。お、そういう生き方か。まあ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 、上は取れなかったけども仕方ないね。お、ドクロさん、こんばんは。さあ、今日は謎解きパズルをしてまーす。お？あ、どっちみち青を使うか。足りねえよ。そこをつなげてしまうと大変なことに。こういってで、ここ123だね。で、回収してこれだ。来てもらって。回収と。全然集まってねえな。49なんだけどな。これは、こうつなげる感じでしょ？あと1個か。じゃ、それを回収してしまうと。いや、難しく考えすぎだな、俺は。これ、うまいこと解除できねえな。難しく考えすぎない。130ってもう言ってたね。これ回収シーン。あ、これじゃやっぱダメか。まあやっぱさっきの流れでいい感じか。123で
これでまず対応が OK と。で、問題はこっからだ。青にして、そうだよね。こう、そうなるよね。まあ、てか、そんな、やっぱ難しく考えなくてよかったね。こうだもん。さ、水が引き。とりあえず、こ。お。通れるか。通れるっちゃ通れるか。さあ、研究所が W2 の養育権を得た後、父親の D 氏は、数回にわたり省内に入り込み、子供を返してほしいと請願だと。きっと俺は法律も荒れているので、あり子供を返すわけにいかないと、今朝は住宅の前に D 氏に会った。今日のエネルギーも渡され、W2 に渡してほしいと言われた。どうせって挟めてやった方がいいかもしれん。まあやっぱこの子だよね。すげえ音した。え？ちょっと待った。だから一回これつけると離れないのが大変なんだって。こうでいいや。あ、それだとちょっと都合が悪い。こうして、って感じだね。いやー、手間取るなー、マジこれ。これ一つしか取れないっていうのが何とも言えねえな。どっちみち通れるから、これはもうこうして、もう結局そうなるよねー。やっぱ1個だけか。2つぐらい持っていきたかったけどな。余った分ここだね。置くとしたら一手分は余ってたわけだ。さあ、アートギャラリーと。お、これはネイン家の鎧、かつて知能機械戦争に貢献した鎧と。これは叫び、エドワルド・ムンク。あ、ムンクの叫びね。グランドジャット島の日曜日の午後、ジョージ・スーラ。いまいちピンときてません。拳銃名というかな、皇帝家。よくわかりました。まあ、文字だね。これは？おう。こんにちは。え、いいの？特に何も話さない？さあ、無事4回もクリアですね。うん、評価、あ、 B でよかった。 B でよかった。 C はね、ちょっとねーって感じなんだけど、
さあ、新しいステージがオープンと。さあ、残すとこ3、2、1、G と。で、多分ニューイヤーのコースもあるっぽいんで、まあ3まで今日はしましょうか。そうだね、ほんと叫びだけタイトルらしいね。他は何だったんだって感じもするけど。さあ、5月4日豪雨警報、今日都市管理委員会が公式に豪雨警報を出したと。知性の低い居住エリアと寺は真っ先に雨に乗り込まれるだろう。また言い方、ブルーライトセンターまだ、規制起動できず、太陽の資材を電力供給元に電力の不足を訴え始めたと。まあ雨降ってるとね、資源が足りなくなるからね基本ね。W02 殺せば雨を止められると聞いてきた。ノーってはっきり答えた。源は地球のエネルギーを人間の体に集めた生命体の形をしたエネルギーの容器だと。所詮は容器に過ぎない。W02 殺せば居場所を失ってエネルギーは狂ったように一気に放出され、町は間もなく豪雨に壊滅させられるのであろうと。まあ、これも後でじっくり見れるのかな、ギャラリーとしてね。届かないか。やっぱこうなんだね。あー、なるほど。そしたら一時的ではあるが、それ大丈夫なの？だよね、やっぱそうだよね、水の中入れません。どうしてもね、青になる特性上、青は後か。はあ、1、2、何個あったっけ、1、2、3、1、2、3、じゃあもう一つはどうしても消さないといけない感じか。ちょっと待ってよ。これはさすがにできない。じゃあ消してしまって、水に入れて、いやーにしても結構音は単調だけどピアノ音はやっぱいいね、飽きないわ。あ、持ってけないか、まあいいか。さあセーブと。お、これはあれだ、ゲーム買うときにあった画面のやつだ。あ、ちなみにこちらは任天堂スイッチのソフトになります。インディーズゲームですね。雨の音いいですよね。雨の音だったらレイン、あ、ワールドレインだっけ、あの動物のね、ネズミっぽいやつの。先導者様が、無賃乗車したなんて信じられない。あ、本当は探検売機が壊れたからだよね。先導者様、降臨観音術を使うと。え、何ですかそれ、初めて聞いたんだけど。 ZL キー、あ、なんか、はい、長押ししました。照明範囲と光を操作できる範囲が表示されますと。はいはい、
で、あ、常にそれできるよってこと？あ、そういうことね。なんだ、なんかすげえ術使えるのかなと思ったら、なんのこっちゃねえかったな。1、2でもう途切れるもんね。上のあれ絶対、あ、でも普通にいけるか。普通に行けたの。どう考えてもこれは、うん、ミスってるな。ミスってるな、これは。あれ、もう一回ロボットと話さないといけないかな、この感じは。あ、いや大丈夫か。回収、こうこう、ちょっと待った、うん、どっちみち行って足りないから、いや、これ使わなくてよかったパターンだな。あ、いいか、いけるか。別にそれ使わなくてもいけるもんね。いやでもこういう系のゲームはやっぱ面白いな。以前違う謎解きのゲームあげてたんだけど、やっぱ時間かかるけど面白いのよね。あ、開くって。あー、すげえ、ちゃんとここの形が社じゃなくてなんだっけってとか、鳥居かの形になってたね。へえー、さあ、さらに奥に行きますか。なんかどんどん雰囲気がね、変わってきたね。これは？いや。入るしかないと。これは青だよね、明らかに。うん、やっぱ落ちるよね。動かなくなるもんね。となると、預けて、で、こっちに預けてから。これで OK。
これを青にするしかないのね。で、先に青をつけてから赤にしよう。色が変わるっていうのがなんかポイントだね、これね。そうか、そうくるか。ということは、これ騙しっぽいな。まんまとやられた感じか。いや、普通にこれ、どうしようかな。で、下ろして、取ってと。ね、確かにこれパズルは確かに嫌だね。嫌だねっていうあれでもないけど、苦手っちゃ苦手だね、パズルに関しては。いや、いいのか。これで。謎解きはね、面白いよね。なんだっけ、名前が出てこない。iPhone でするんだけどね、謎解きのゲームは。あれも結構雰囲気あるやつとかあるから、いいんだけどね。ただどうしても iPhone 画面なんでね、見づらいというかね。そういうのもあって、大変っちゃ大変なのよね。はいはい、こうこうこうで、OK と。いやでもやっぱゲームはやっぱ何でもかんでもいろいろしてるっていうのはいいね。出てきたパズルだ。分からなくはないね。確かにね、何なんだろうね、あのパズルだっていう感じはね。はい、セーブ。よし、おお、これ以上ダメ。普通に行ってしまった。お。あ、そういうことか。で、あ、下行けるのね、普通にね。パズルといえば、なんかのゲームでもあったの、そういえば。思い出したらいいよ。そんなもんよね。でもこう謎解きホラーがね、僕あんまりしないんでね。ホラーもこういろんな人が、あ、罪積んでしまった、こっちだったな、あ、違う。ああ、了解。これがね、ああ、そういうことね。もう、ギリギリを攻めてくださいっていうやつなんだね、今はね。そうですか、そうきますか。ああ、一瞬、めっちゃ、脳汁とパーってなっちゃうけど、今。肝心なのはもう一個あっちに持っていきたいのね。
これは順番か、次は。ここ1の2、下を2にして、1の2にしたいのに、ね、回収して。さあ、こっからだ。こっからどう持っていくかね。このタイミングで あ、そういうことか。はい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 、そのためか。こうか、そういうこと。はあ、はぁ、あ、はぁしか出ねえで、お前回収していくわっていう感じか。うわぁ、超脳みそが、脳みそがあ、ネイル。いや、他に手はないか、大陸の壁。なんかもう気持ちがこもってしまったら他に手はないかって。数回意見交換を行った結果、向こうは前例はないものの W02 は冷凍カプセルに収納したらと提案してきたと。生命を永久睡眠させる状態にさせるとエネルギーの放出も停止する。我々はその点について合意したと。巨大なカプセルの目の前に私は自分のことが執行人のように思えた。W02 が生まれた頃、このカプセルはまだ彼女の命を維持するための容器だった。にもかかわらず、今それを再び起動させようとする我々の目的が彼女を永遠に封印することにあった。もし娘がまだ生きているのなら私のことを恨むだろう。娘は子供のいじめをする大人を一番嫌っていたものだ。それにリーシも。私は憎まない理由はあるのだろうか。この町と我々は彼の全てを奪ってしまったと。あ、これなんか最後パズルできそうだね。いや、わからんかったっすよね。もう やっと解けた。ちょっと待った。先に君を起動しとこう。いやー、マジ疲れた今の。の源ね。一旦預けの。ここでいいか。どうしようかな。あ、いいや。まあ、これを取ってこうこうでもいいわけだ。で、下が取れんだと。回収して。
届かないよね。青は最後か。いや、一回ミスったらもうダメな感じになってきてるね。いや、なかなかハードル高いな。しかも結構ね、ギリギリを取らせに来る。こうしておいて、ここは上がってると。で、一旦君ここに預けといて、これ取ってこうして、これを3つ動かせば、さあ、まあここは本当使わないんだろうけどね。あの黄色をなくさないがためだけに今ね。これとこれを違う。で、いや、やっぱダメか。諦めよう。全部を、これはまた。1、2、絶対足りねえ。とりあえずこれここに置いて、あ、でもどっちみち黄色足りねえや。あ、違う、どっちみち足りてねえかった。いやー、マジか。こうして、先に左を終わらせよう。こうしてこうで回収で上げるで、ちゃんたん下ろしてだよね。でも何かと先に、これいけるよね。あ、いけないか。1、2、3だね。で、君をしておいて、
いや、意外と1個余分に持っていけないか。やっぱ消滅させないとダメか。あ、いっか、これでいいのか。最終的に4つにしてしまえば綺麗に収まるね。まあできるときはね、なるべく回収しておきたいよね。あ、結果的に。1、2。さあ、これで通路がつながったと。これ下は降りれないよね。あ、そうじゃん。ズルみたいな感じになるけどさ、そもそもここの一つ余ってんだからさ、使えよっていう話で。あー、ダメか。使えよ。あ、それはダメですか。はい、開けてください。いやダメか、そんなズルはさせてくれなかったか。じゃあ、あ、どっちみち下には降りるけど、これいけない。あ、いけるの。で、ここと。あ、ってことは最後のあれわざと下げててよかったんだね。ズルか、やっぱズルか。だね、まあ、結果降りてこれるならもうあの上のやつをね取ってしまって、なんか隠しエンディングとかあるのかな、このわざわざ謎解きさせて集めさせるってことは。あ、いや大丈夫です、お話は大丈夫です。いやマジで思ったより難しい。いやー、手こずった分だいぶかかったね。ほい。いや、まだ半分いってないからね。じゃあセーブして、特にこれは何もなし。これをね、近いやつ解除させる方法を知りたい。手間なのよね。まあ、やっぱこうするしかないよな。これ以上はいけないと。ということはやっぱ一つはなんかうまいこと残しとかないといけないわけだね。ちなみに、あ、ちょっと待った、そんなことせずと反対側あるじゃねえか。やっぱ1個多い。
やあ。あ、そういうことか。これとって、ここにするのは OK。あ、ギリ届かないのか。で、取って、これを発動させて、こっちを回収。はい、と。こうでも良さげ。取れるのか。でもそうなった場合、これをどこに移すかなんかなんだよね。まあこれは絶対届かんよな。これでとりあえず移動させて、1個足りるだと。あ、ってことは1個も色を変えたらいけないのか。いや、ちょっと待った。さあ、頭を使おう。いやー、頭を使いたくねえけど。さあ、こうして、でも2つ回収できるのか、結果的に。はあ、ちょっと待った、一回頭の整理したい。ここではズルができそうな感じはしないんでね。電源通したいが、青2つしかないと。こういう動きもできるわけよね。でも青はとりあえずここに持ってこないとダメ。だからこれをまず上げる必要があると。まあこうしてみよう。一応こっち回収できるもんね。で、さらに回収。で、置いて、はい、回収。で、トン。で、落ち。俺も行かないといけないじゃん。俺もじゃん。俺何してんだ。こうして。いや、いい感じだったんだけどな。やっちまったな。もう一回か。はい。あ、こっちじゃない方がいいな。こうして、君取って、一旦こっち。3
はあ。どう考えてもこれが邪魔だね。行けなくはなさそうだが、ちょっとひねりたいな。こういう動きをもう一回したいわけね。で、動かして、動かしの回上げて、で、回収して、これあえて一回預けて、置いて、回収。どっちみち微妙か。まあ4つあれば1234でいけるの。ここにうまくいけば1個余るはずなんだよね。で3つあればあの月も必要だからね。どっちみち足りない気が。いやだって2個短縮できるってわけでしょ。さあこれで一旦下がる。あ、まあでもこれ回収できるのか。回収できるってなるとなんかな、なんか一発行きたいよね。やっぱこういうの一発で取りたいのがあるからさ。あ、でも結果的に、あ、やらかした感がある。やらかした感がある。あ、やらかした感あるね。はい、もう一回します。欲出すとダメだね。あの、せっかく行けたのにね。いや、何してんだか。あ、とりあえず同じ手順で、はい、いや、これなんか間違えてる気がするな。別に取らなくてもよかったけどね。はい、預けの回収しの、ここでいいか。で、回収して下ろし、あとは、さあこれで、さあまあ一個取れる場合、上はもうちょっと諦めよう。でも多分ここまで来たらいいんじゃない。レイブ4回は終わりに近いんじゃない。お、そんな感じが。下が全然だな。さあ何が起きる。1.2…同じようにしろってことか。
え、同じようにできるか。はい。嘘。まさかのここでエラー。少々お待ちください。もうこれで動かなかった場合は致命的なエラーになるので、今日終わりだね。怖えな、こっからこう、あ、違う、あ、そうで、上だよね。きれいに使い切れってことか。北斗七星だね。カミカミだったけど。さあ、北斗七星が完成して開くと。いや、マジびっくりした今。バグっぽいですね、今のね。もうインディーズで、どうしてもそこの仕様は仕方ないところなんで。いや、てかさ、ギリギリゴール前でエラー2回ってビビるね。お、たかちゃんさん、こんばんは。いやー、4つ目。いやー、でもさっきのエラーとかやっぱライブ配信だね。やっぱライブ配信ならではね、セーフだね、ほんとセーフ。さあ、で、新しいステージがあと2なんですよね。で、2はいいね。2は分かるね。2、1、ゴール。ゴールだけなのかなと思ってて。で、あと、こっちのニューイヤーっていうのも、実は、ダンジョンが1つ用意されてて、合計4つ残ってるんですよね。なんでね、どうしよっかな。このままするかちょっと悩むね。ちょっと不安定な感じもするので、今回ここまでにしましょうか。ちょっと不安定なんで、ちょっと気になるな。半分か。まあまあ、そうですね。またちょっとエラーが来ても怖いんで、一回アプデの確認とか、そんな感じをもろもろしたいなと思います。で、まあ今日までここにして、前半後半で分けてやってますので、そちらは編集後、またサイドアップしたいと思います。で、こちらの、フラッドオブライト、に関しては、来週、月曜日にもう一度、続きをしたいなと思いますので、気になる方はぜひ、またご視聴しに来てください。結構、こういう謎解き系のインディーズは珍しいかなと思うので、楽しんでいただければと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。皆さん、視聴された方もお疲れ様でした。ということで、また次回会いましょう。ほんじゃあ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。